地方でこだわりの小さな生産者の方たちがたくさんいます。でもそれを市場に出すのがなかなかあ難しいわけですね。取れる量が少なかったり、時期がずれたり、そして形がまばらだったりするわけです。でもそのようなこだわりの生産物を私たちは求めてる人たちとつなぐ運動をしています。ですから、 農業、そして漁業、そして酪農のこだわりの人たちの情報をここに今私たちは集結してもらってます。そしてそれは大きすぎたりできすぎたりいびつだったりすると食料廃棄につながるわけですからもったいないですね。でもそれをあの えー、二次加工する会社も私たちは用意しました。一次産業と二次産業、要するにジャムを作るとか、ドレッシングを作るとか、レトルト食品に使うとかっていうところと結びつける、一次産業と二次産業の橋渡しを NPO 地域創設機構は担う役目を果たそうとしています。次、えー、次には二次産業のの方たちの会社を ご紹介していこうと考えております。